フレデリック・ヘンドリックは、オランダ総督、オラニエコー。ウィレム一世の抜子で、マウリッツの異母帝。母は、ウィレム一世の四番目の妻で、ガスパール・ド・コリニーの娘ルイーズ。父の政治能力と兄の軍事能力をバランスよく、合わせ持っていたと言われ、オランダ共和国の内政、対外政策ともに、中要策を取って、国内の平穏と八十年戦争の終結に、貢献した。 継承前は兄に従い軍務をこなし、1625年に死去した兄から家督と総督職を継承、ホラント州、ゼーラント州、ユトレヒト州、オーファーアイセル州、ヘルダーラント州総督に就任した。また、兄が死去する前に結婚を命じたため同年に、長年の愛人であったアマーリエ・ホンゾルムス・ブラウンフェルスと結婚した。アマーリエは、 ドイツの伯爵家の出身で、オランダに亡命していたプファルツ選帝候妃エリザベスの辞書をしていた。就任直後に、ブレダがスペインの将軍、アンブロジオスピノラに奪取されたが、1627年から反撃を開始して、フルンロを奪取。1629年にスヘルトーヘンボスも落とし、1632年にフェンロー・マーストリヒトなどマース川流域の諸都市を奪い、 1637年にブレダを奪還した。1644年にテルネーゼンのトシサスファンヘントを1645年にフルストを奪取して南部国境の諸都市を奪い、ほぼ現在のベルギーとの国境までオランダの領土を拡大した。また、1639年に海軍帝督マールテントロンプがダンケルクの海戦、ダウンズの海戦で、 スペイン海軍に勝利して戦争の終結を決定づけた。外交も盛んに行い、1635年にフランスと公主同盟を結んで戦争を優位に持ち込んだ。30年戦争におけるベスト・ファーレン条約の成立にも尽力したが、成立前の1647年に死去した。しかし、この条約によってオランダは国際的に独立が承認され、 スペインとも和平が成立して80年戦争は終結した。フレデリック・ヘンドリックの生着の息子は1626年にアマーリエとの間に生まれたウィリアム2世のみであり、このウィリアム2世がオラニエコーと総督職を継承した。イングランド王ウィリアム3世となったオラニエコーウィリアム3世はその息子である。娘たちのうち長女ルイーゼ・ヘンリエッテは ブランデンブルク戦帝国、フリードリヒビルヘルムと結婚した。五女アルベルティーネ・アングネスは、ナッサウケ冒険のナッサウディーツ博、ウィレム・フレデリックと結婚したが、その孫ヨハン・ウィレム・フリーゾが、ウィレム三世の死後にオラニエ・ナッサウケを継承し、現在のオランダ王家につながっている。結婚前に生まれた諸子フレデリックは、ウィリアム三世に従い、子孫は、 イングランド貴族のロッチフォード伯爵に助爵された。フレデリック・ヘンドリックはオランダ軍の総司令官として戦火を挙げる一方、フランス風の宮殿を造営して華やかな宮廷生活を行い、ドイツ諸公やイングランドのスチュアート家と隕石関係を結んだ。これにより、オラニエナッサ受けの地位は高まったが、同時に諸外国とオランダとの外交関係を複雑なものにした。 また、80年戦争で従軍した老いのティュレンの使者と、大いにあたるループレヒト・フォン、デアップ・ファルツは後にそれぞれフランス・イングランドで取り立てられ、軍人として台頭した。少子、ありがとうございます。